話をしましたけれども、テレビが好きでね、特にロボットアニメが大好きでね、マジンガー Z とかゲッターロボとか、でもロボットアニメの最高峰は伝説巨人イデオンだって言ってて、ずっと言ってたんですよ。伝説巨人イデオンが最高峰だって。あの、賛同なさってくださる方います？いないですよね。でところがこの間あの それこそカンバラの店で賛同してくださる方いますっていないですよねっていうところで終わる話だったのにいたんです。でそいつとその後ずっと医療の話しなきゃならなくなりまして、まあそれはそれでまだ楽しかったんですけどね。マイタ種じゃねえか。マイタ種じゃねえかって言われて、マイタ種ですよ確かに。まあ楽しかったですよね。あのいろいろ話できましたけど、バスクランからね、キッチンキッチンまで誰もわからないでしょ。わかんない。でじゃあ今からあのロボットアニメの曲をやろうかと。でそんだけ言ってるのに伝説巨人イデオンじゃないっていうのはちょっと なかなかあれなんですけど、あの装甲騎兵ボトムズってご存知ですか？あのハード SF の有名作なんですけどね。で そのエンディングテーマで、いつもあなたがっていう曲がありますので、私これサックスでカバーしたんですけどね、すごい歌詞がいいのに、インストにしてどうするんだっていう話だったもんですから歌いました。寂しい時も悲しい時もいつもあなたが目に浮かぶ。一人の時も会いたい時もいつもあなたは胸の中、遠く離れていてもたとえ別れていてもこの世の光と共に眩しく、あの日のあなたが。寂しい時も会いたい時もいつもあなたが目に浮かぶ。一人の時も会いたい時もいつもあなたは胸の中。
はこれ小田哲郎さんの曲なんですね。もしよかったらインターネット等で調べていただければと思います。